NCO へのご進学おめでとう。コロナの春の入学式はあなた方にとっても忘れられないものになるでしょう。その影響で卒業式や入学式を控える学校が増えて、授業もネットで配信する大学が出てきました。コロナは IT 化を加速しています。ですが NCO はもともとネットの高校なんで、入学式もバーチャルです。急に慌てて対応しなくて済むほど先進的な学校なんですね。多分皆さん方は進学を考えるまで NCO って学校を知らなかったでしょう。 NCO って名前からして怪しいです。ネットの高校、ニュースタイルの高校、何かよくわからない高校です。どこ行ってるのって聞かれて NCO って答えても多分多くの人にはわからないでしょうね。皆さんの中には NCO を積極的に選んだ人もいるでしょう。他に選択肢がなくって初教法で選んだ人もいるでしょう。どちらの場合でも在学している間にあなたたちが NCO に進学したことを誇りに思うようになってほしいと思います。そして将来堂々と NCO 出身ですと答えてほしいと思います。 NCO がそんなあなたの期待に応える学校でほしいと心から願っています。 NCO は必要から生まれました。皆さんは普通の高校へ行かない、行けない、行きたくない選択をした人たちです。皆さんは学校からはみ出したいわば規格外れの人たちです。 NCO はそんな規格外の皆さんを受け入れる規格外れの学校です。学校と軍隊というところは近代化とともに成立して規格品の国民を作り上げる装置でした。日本では徴兵制とそれに基づく軍隊はなくなったのに、学校は今でも昔のまんま。右向け右という声を聞くたびに私すごく気持ち悪いんですが、もともと軍事教練から生まれた身体規律でした。同調圧力の強さから生まれるいじめも軍隊文化と共通しています。その学校文化が時代の変化に取り残されてギャップが大きくなっています。そんな学校に適応できなかったり、そこからはみ出す人が多いのも無理はありません。私は東京大学で教えていました。どんな教育機関にもどんな人材を育てたいかという理念があります。 NCO と東大は一見対極にあるように見えますけども、東大も NCO もこんな大人になってほしいという目標に大きな違いはありません。これからの日本と世界に必要な人材は、何が起きるかわからない未来に立ち向かえる人です。答えのない問いに取り込める人。誰も考えたことのない未来を構想できる人たちです。なぜなら、世界は今、どの時代よりも予測不可能になってるからです。もしかしたらそれには、規格外れの人たちの方が向いてるかもしれませんね。教育はそのための武器をあなたたちに持ってもらうためにあります。NCO にはそのための装置やツールがたくさん用意されています。NCO は大学に似ています。自分から学びを求める人たちにだけ、NCO の装置やツールは役に立つでしょう。教育はあなたを生かすためにあります。もし教育があなたの役に立たず、あなたを生かすよりも殺す方に働くなら、そんなものは捨ててもいいんです。学校の決まりに馴染めないあなた、周囲に同調することに苦痛を感じるあなた、こだわりの強いあなたは自分の心と体に正直でごまかしの効かない人たちですね。10代はさなぎが殻から脱皮するような苦しい時期です。そしてそのための試行錯誤が許される時期でもあります。どうぞ自分の心と体に正直で、耳を澄ませてください。そして目の前にいる他人の心と体の声にも耳を澄ませてください。感受性を研ぎ澄ませ、自分がやりたいこと、やりたくないこと、好きなこと、嫌いなこと、嬉しいこと、嬉しくないことを見分けてください。そこからきっと新しい知恵が生まれるでしょう。皆さんに、一つだけお願いがあります。
N コはネット上のバーチャルな学校です。バーチャルな空間にもコミュニティがありますが、ですがバーチャルな他人ではなく、ぜひ生身の他人と接点を持ってください。コロナの最悪は永遠には続きません。人は人と人の間でだけ育ちます。そして他人ほど予測不可能なものはありません。自分という未知、他人という未知、そして世界という未知に向かって足を踏み出してください。世界はあなたが考えているよりももっとずっと広いです。そして世界はあなたが考えている以上にあなたを歓迎してくれるはずです。今という時間を将来の手段にせず、今のあなたを充実して生きてください。将来あなたがどこで何をしているにせよ、あのかけがえのない時間があったからこそ今の私があるんだと振り返ることができるように、大丈夫、あなたにはきっとできます。世の中にはこの人がいてくれるからもう少し生きてみようかと思える有名無名の人たちがいます。そんな人の一人、中村哲さんが昨年亡くなられました。アフガニスタンで井戸を掘り続けていた医師です。その中村さんが沢地久枝さんとの共著で最後に残してくれた言葉があります。それを紹介して私の話を終わりたいと思います。人は愛するに足り、真心は信じるに足る。中村さんは自分が尽くしたアフガニスタンの人に殺されました。たとえ死んだ後でも中村さんはきっと同じことを言うでしょう。人は愛するに足り、真心は信じるに足る。ようこそ N 校へ、入学おめでとう。